女子メジャー最終戦 AIG 女子オープン全英女子2日目23日セントアンドリュースオールドコーススコットランド 6784YD パー72渋野日向子の声が震えていたやっぱり一番大事な試合ではあったので予選落ちっていうのはしかもこういうスコアだったので何て言っていいのかわからないですけど悔しいっていう一言だけでは なかなか表せないかなと思います。通算14オーバー140位とカットラインから遠く離れた結果に無念さを滲ませた。前衛女子自己ワースト80を喫した前日を含め楽しみにしていた聖地セントアンドリュースで何もできなかったとうつむく。巻き返しが必須だったこの日1番でバーディ発進した直後2番から3連続ボギー。 早々に週末の切符が霞んだ。スタートホールはすごく良かったんですけど、トータルではショットも良くなかったですし、グリーン上も全然良くなかった。リズムに乗れる要素もなかったのかな。